今説明した方が異形ですか？山道？はい。多分。行くんかよ。コンビ打ちよ。まあ白い山遊歩道ってあるからね。多分ここから600メートル20分歩くのでしょう。熊に気をつけて。すごいよね。なんかこのなんていうの、今俺らはさ、この観光っていうさ手でさ来れるわけじゃないですか、うん、昔の人これが通勤のあれだからね、ルートだからね。毎日毎日これを登ってさ、電車とかもなく通勤しないかんわけでしょ。電車どころか自転車もないよ、あの時代。おはようでござる。おはようでござる。もう降りてくと降りるんだよね。そうですね。もうリコプターちゃったっすよね。こんな標高低い山のためにヘリコプターですか？SOS 信号出してるんで。大変です。1名が約遭難しました。俺もいいわ。お前行け。そうでしょ。折れましたか、心。ん？心折れるへん、こんなの。坂道じゃねえじゃん、これ。割と傾斜がきついな。あ？はい、実況して今の気持ちを。待って。今の気持ちを散々実況してください。クソバカ野郎。一言でいいの。あ、俺の一番綺麗な一番綺麗なやつだ。殺す気ですか？急な坂の上に今度はまた階段ですよ。思った以上に急な坂道多いですね。調べろよ。だってさ、いろんな記事とか見るじゃない、うん、みんな登ったところをなんていうのカットするんだもん。カットするんだよ、これ絶対。言葉がなくなるっていうのはすごい怖いんだな。死んでより怖いよ、俺これ。あ、見ちゃいけないものを見てしまった。あ、さあ、どうしますか、皆さん。あなんだあれ。マジか。うわ、えぐいね。エスカレーターないの、エレベーターとか欲しいな。なんかどういう計算でこれ20分なんや。どういう計算でしょうね。マジか、これ別に休みたかったら全然休んでもらっていいんですけれど。うわ、えぐい。えぐいな、これ。先が見えません。本当に20分なの、これ。どういう歩いたら20分なの。山登らからしたら20分。素人から行きゃ半日だろう。なんだこれ。本当にここ？うん。帰る？帰る？ここまで来て。いや、なんならボス前で一回俺は止めてるよ。ここボス前のセーブ地点よ。
一応経験しとかんのかんやろ。ねえ、こっちから見て。あれ、あの平家の坂みたいになってる、平家の墓のところの。マジか。一個行っていいかな、あの。疲れてる、休憩ちょっとしませんか、あの説明がてら。いらん。あのね、あのこの間あのロープリフトに乗って山登りしたじゃないですか。あれと同じ落ちの縁とか見える。あのあれもあの静ヶ岳っていう山が合戦になったっていうからわざわざ登ったけど、誰もここまで登ってこねえわ理論がね、今ふしふしと。ひしひしと体を通じているのですよ。これさ、うん、戦争、戦でやる前に登る前にもう死んどるで。うん、この道が本当だったら。死んないな。ドドンパ見とるんかなと思ってまったもん。ドドンパ？ドドドドドドンパ？富士急ハイランドのさ。ほう。高飛車とか見とるんかなと思う。俺それのあのジェットコースターのあの線路を登っとるんかなと思っとるんだから。じゃあこれ何嫌い、だからこういう嫌いなんだ俺。だからボス前のところでやめるって聞いたじゃない。ボスって下なの？ん？下なの？違う、これなんか登る前にその聞いたじゃない、やめるって。でもここまで来てやめるっていう理由がないもん。よし、ならばカメラをかっちゃんに任せる。一人でいてきてくれ。で、てめえばかよ。お前のここあったんだろ。別に待てよ。なんて投げやりじゃんお前。止まってたよ。潜水はなかった。疲れた。おお、お前。俺よりも20も若いのに。さあ帰ろうか。全然面白くねえからここ。何しに来たの俺ら。じゃあ買っちゃうよ。これを読んでくれ。これを読んでくれ。ね、ここのコメント。違う、声に出して読んで。ここ玉じゃないじゃん。え、あのここが玉城っていうその。玉城っていうの？うん。はい、行ってみ。でかっちゃんに練習してもらいたいです。近年の研究では本当は合戦地だったという説があるようです。なるほど、そういうことか。そう、あの関ヶ原の合戦の中心になったんじゃないかっていう研究があるらしいんですわ。わかんねえんだけどさ、はい、今浅く探ってみたんやけど、
深いな、集中できんな。まあそんな、なくてもあれなのですが、うん、中心になろうとしてる話は出たみたいだね。今の人たちの話、昔の人たちの話。昔の人たち。ああ、この辺りがその中心になるだろうみたいな、そういう話は。誰だった、なんと、負けた方。石田三成。うん、うん。うん。が、渋ったみたいだね。ここは嫌。うん。分かるよ、石田三成。ここ行った後にあなたの本陣跡って言われてる山の低さを思ったら、そりゃこの山の高さは選ばないわ。というよりも、へい、うん、ここを選んだのは石田三成の上の人ってことなの。じゃあ一応、うん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 、はここにするっていう話はまでは探れた。だけど石田三成自体が、うん、陛下を下を連れてここに構えるのはむずいっていう、攻めさせられやすい。うんうんうん。だから中心になったかなったかは分からんけど、話は出てるけど別にここが中心ではないみたいだね。まだ分かんないね、深くは探ってないから。僕もうこれ以上探れんかもしれない、この話。3日ぐらいでお茶になった話、ここの話はポシャになって、うん、関ヶ原のもうちょっと向こうの方に変えようと。要は敵陣なんやった、家康、徳川家康、うん、がここまで来る気もない。あの人めちゃめちゃ遠かったよ。で、戦える広さがない、周りに。ああ、それは確かに。だって、三成的には、ここでは負けるよ、一発、すぐに負けるっていう予想もあった。ただ、兵的にはもう無理だっていう。まあ。攻められやすいんだって。攻められやすいっていうより、山の上に陣地構えるなっていうのはね、戦国時代より前から言われてることなので、うん、石田三成ってやつはここでやるならば、うんうん、無理って言い切ったみたいね。その、うん、石田三成の上、うんうん、上司っていうか、その、うん、思い当たる人物が一人いる、うん、ここがいいって登りづらいっていうか。あ、だけど石田三成は攻められやすいっていう方向を取ったらしい。いわゆるその上司の方がここ出身の方ではなくって、鳥取とかあっちの、要は西日本側の方なので、うん、この辺の地理を地図では見れても現地知らない可能性が多々あるので、うん、だったらその話は通るなって思ってる。そのこの辺りは地形的にいいよっていうだけならできる。確かに紙を見て石田三成は向こうの人数とこっちの人数を計算してたみたい、うん、まあだからここで攻められたらもう一巻の終わりっていうのは読んでたみたい。だけどもまあどうせ負けたんやけどな。まあね、うん、俺は仕方がないわな、裏切りが出て、うん。だけどここの話は多分出てるっていう研究は正しいかもしれない。おお。うん。ただ石田三成は戦いにとってはやっぱしその上司よりかはるか上の人、うんうんうん、実践的の的には、あとあの人誰やった、石田三成のあの部下のあの力持ち島津さん、あなたが気に入ったって人、うんうん、そうだ、島津もう反対。ここはもう絶対無理だって。
あーでも島津さんに言われたら説得力あるな。心でここで守ることは私た俺らではできるって。ああ、鎧だけでも30キロ以上あるのにここ登り降りはできない。あなたが好きなその島津さんってもともとだから西日本よりはるかに向こうのあっちの人じゃないですか。あの人たちって自分たち300で敵の数1500みたいな不利な戦いめちゃめちゃ勝てるんですよ、うん、そんぐらいの腕自慢の人たちが無理とおっしゃる。ここでは石田三成を守ることはできないって。おー、うん、でそういういろいろなやって2、3日でポチャンになったんじゃないかな。そのぐらいしか出てこんな今のところ。夜にならんとわからん、集中できん。なるほどな。この山からそんなに見れる。でもだって一回だって関ヶ原掘ってるもん俺もう。ああ、そっから違う場所を探す、ここの場所を探せばいいわけやろ。うんうんうん、それはへでもないんやけど。そうだな、その島津さんが一番反対してるみたいだな、下みたいだな、ここでは無理だっていう。まあでも実力だけで言ったら島津さんが多分西軍トップ1だからな。守りきれないって。確かに今通ってきた道も、うん、なんていうの、車で通ってきた道含めて分岐路とかいっぱいあったじゃないですか、うん、敵の侵入ルートめちゃめちゃあるっすもんね、うん、そりゃ守りきれんわ。守りきれないし。こっち固めても後ろから固めて もう無理みたい。そうだね。で石田三成の あそこの戦場跡地を見てると、うん、ここをぐるっと回るほどの兵士がいない。あらまあ、あらまあ、ほぼ戦場に出ちゃってれば。ああ、うん、俺多分ここじゃなくて向こうに行ったから俺石田三成って長生き、少しの間長生きできたと思ってる。確かにこの山でかいからな。そもそもの人数があれか、足りないパターンか、この城、じゃあこの山を拠点にするには。だってお前ここで300人で向こう1500人がさ、ガーッと一気に登られる。どうする？テレオペアの戦いが始まる。今日は一人何人戦う気？まあ兵力差単純に2倍って言われてもきついからな、一人で2人倒せっていう理論でも。だろう。ましてやおめえ島津さんがここまで登ってこれるかってそんな体力もねえぞ。あの人関ヶ原で50だっけ。、うん、でなあ島津さんのその何 若手らでも30とかもう、うん、ああまあまあそのいい年頃のおじさんだからもう無理って。で案外切られても切れにくい甲冑をつけてた人たちだからさ、うんうんうん、それをここに来いなんていうのはもう無理だって。だから下手すりゃここでやってたら多分石田三成はここで死んでんだろうな。あ、まあ鹿の鳴き声。鹿ってもっとなんか単発じゃないの、こんな長く伸びなくない。伸びる。でも後ろに日本鹿っていうそれがあるからな、観察できる生き物たちで、うん、分からんけどな、俺の言い方が間違っとったらすいません。ただ読めるのはここまでかな。ここに城があったっていうのはよ分からんけど、城なのかなこれ。城って言ってもなんか2階建ての一軒家ぐらいを想像すると分かりやすいかも。2階建てじゃない、1階？うん。物置じゃん。そうそう、物置みたいな。あ、どうしようもないね、そんなところに拠点構えろと言われても、うん、石田三成もここに登るのに半日かかって登ってるぞ。そうだね、当時ほどなんていうの、これよりもインフラひどいからね、ワンちゃん、うん、山登る。はい、何下りはお願い。やだね。下りはもうええよ、下りで。
お前まだこっからまた300メートル歩かんなんのやぞ。せやで。でも直線で300メートルやろ。うん。いざこざいざこざやってるで1キロあるぞ。あー、疲れた疲れた。お前ほんやでギリギリまで黙っとったやな俺も。はいどうも、こんにちは、じんちゃんです。かっちゃんです。むいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんていうか、あれだね、直前まで何も言わされないっていう、なんか過酷な地方ロケみたいになっとるけど。いつもね、あの目的地っていうのは僕は絶対聞かないんですよ。チュールも教えてくれないやつなんですよ。つくがつくまでわからないっていう僕のこの悪いのも悪い、むいくんに、ま、任せっきりっちゅうのも俺も悪いと思う。選べ。まったく山登りって言った時点であなただって拒否るもんこれは。まあ、てなことで、まあ今日来てみたんですけど、そのねったっけ、ここが中心になっとる研究があるっていう話なんやね。確かここが本当の合戦地だったという説があるそうですよって。ここは合戦地になる前に却下されてます。分かんないんですけどね。もう偉くてさ、さすがにそこまで読むことができなくてさ、ごめんなさい。でも確かに誰やった、石田三成がね、ひれ伏しとるから偉いさんが一人なんだろうな。石田三成的にもここは絶対無理だ、初めてなんか逆らったような感覚、ノーという意見を言ったっていう感覚の人か、誰かがわからん、その人は誰かもわからん。俺はこうやって感じてもたくさんの兵士がおるって感じしないもん。普通だったら見えるもん。でもな、こうやって感じるんやけど、兵士の感覚は取れない。ごめん。だからここで関ヶ原の戦いかっつったら俺は違うと思うけどな。何にも残ってないの、ここには。資料館とかミュージアムとかねえの、ここ。ないですね。嘘。さっきの、あれだけだわ。はい、皆様、城山城やったっけ、玉城、あ、玉城跡地に来てちょっと検索してみたんですけど、ここが関ヶ原の戦いになったかって言ったら申し訳ないけど、戦っとる映像は僕の中には出てきませんでした。見えたのって言ったら、感じたのが、石田三成石田三成と島津義弘と、あとわからんおじいちゃん、このおじいちゃんが、探ってみたんだけど、まあ外科で言えば、オペの下手な論文の得意なおじいちゃんが一人、すごい賢いですよ、今で言えば、まあ本当、天才、まあ天才ですね。ただ今回の戦略を考えた6割方こいつが考えてるって感覚。俺の中で毛利に確定する6割方こいつが作戦を考えたんだけど、歴史詳しい人に聞きたいわ、むしろなんか俺よりなんかがっつり詳しい人に、そう、俺もどうかを聞きたい。毛利以外に当てはまる人いんのか、これ毛利だと思うけどな、毛利の爺様だと。てなことでちょっと、まあ400年探るのに ねたった 1,2 時間では探れることでもないもんで、感じたことだけを喋ってみました。ここに来てくださいって言ってくれた視聴者さん、視聴者さん
湿布買ってくれ。明日は筋肉痛だ。明日筋肉痛だよ。今日から筋肉痛だよ俺夜。